イギリス国防省が2023年9月28日に発表したウクライナ侵略戦争の戦況分析によると、ロシア空軍がウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降において、戦闘で失った固定翼航空機数が90機以上となっているというね。同国防省の分析によると、ロシア空軍は現在スホイ34などの一部の戦闘爆撃機を集中的に飛行させていると指摘し、それら機種の飛行時間が格段に増加していることから機体の寿命をすり減らしつつある可能性が高いとしているほか、その整備のためにメンテナンス上必要なパーツが不足している可能性も指摘しているぜ。また、侵略開始後強化された西側諸国からの経済制裁によって、これまで西側諸国から購入してきたパーツ類が入手困難になっていてメンテナンスに支障をきたしていることも指摘したな。さて今回は侵略戦争の長期化による弊害について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア空軍がウクライナ領空内でロシア地上軍のために近接航空支援のための空爆をほとんど実施していないことは今年の初め頃から明らかにされていたよね。ロシア空軍は、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国からウクライナ軍に、多数の地対空ミサイルシステムが供与されていることを警戒してか、地上部隊への近接航空支援ではなく安全なロシア領空内からスホイ34などの戦闘爆撃機による、空対地ミサイル攻撃を強化しているとされているんだ。そのために戦闘爆撃機の出撃回数が極端に増えてそのメンテナンスに支障をきたしていると、イギリス国防省が指摘しているのであるが同国防省はそれにもかかわらずロシア空軍は、まだこれら戦闘爆撃機の出撃回数急増に対応できる能力は有しているとも指摘したってわけ。ただ、イギリス国防省はこの先さらに長期化する様相を見せている侵略戦争がこのまま継続していくと、長期的には現在の空対地ミサイルによる攻撃回数を維持できなくなる可能性が高まっていると分析しているぜ。また、ロシア空軍が現在実施している自国領空内から長射程の空対地巡航ミサイルによる攻撃がこのまま続けられるとすると、SU-35 から発射される KH-35 などの空対地巡航ミサイルの在庫が枯渇する可能性があるとされていて、ツポレフ 22M3 大型爆撃機から発射される KH-22、KH-32、KH-101、クフ55、クフ555などの大型の巡航ミサイルや、極超音速滑空ミサイルキンジャールなどもウクライナへの無差別攻撃に使用され始めたことが指摘されているな。キンジャールは現在の地対空ミサイルでは撃ち落とすことができない極超音速で滑空するミサイルとされていたのであるが、初めて使用されたと見られる攻撃においてアメリカがウクライナに供与した地対空ミサイルパトリオットによって撃墜されたことが報告されていて、ロシア軍がその事実にショックを受けたためかそれ以降はほとんど使用されていないと見られているよ。KH-22 や KH-32 は西側諸国でいうところの一般的な巡航ミサイルと異なり、むしろ弾道ミサイルほどもある大きな本体に大きな主翼を取り付けて滑空させるミサイルとの認識が正しく、航空機から発射された後に液体燃料式ロケットに点火されて推進力を得て、その燃料を使い切った後は目標に向かって滑空していくんだ。そのためにロシア語では巡航ミサイルのことを有翼ミサイルとされていますが、滑空型のこのミサイルにはふさわしい呼び方であると言えるだろうね。KH-22 は半世紀以上前の1962年に実戦配備された古い設計のミサイルだが、滑空時の最大速度はマッハ5弱に達し、事実上は極超音速滑空ミサイルに分類されるもので、その改良型の KH-32 はさらに射程が 1000km に延伸されているが、発射重量が6トン近い巨大なミサイルであり、イスカンデルやキンジャールのような、弾道ミサイルに近い大きさであるため発射可能な航空機は限られているぜ。しかしながらこれらは本来、アメリカ海軍の原子力空母攻撃用として開発されたミサイルとされていて、ロシア空軍にとってはアメリカ側にその性能をさらけ出すことは避けたいはずであるが、そのような事情がある大型の空対艦ミサイルを命中精度などの低下に目をつぶってでも本来の目的と、異なる対地攻撃に使い出したということは、
対地攻撃用のミサイルの在庫が枯渇しつつある可能性が示唆されているとの見方も出ているらしい。また、イスカンデルは2月24日の開戦以来数百発から1000発前後がウクライナに向けて発射されたと推定されているが、こちらは最近になって発射の頻度が低調になっていて、在庫が枯渇しつつある可能性が指摘されており、今後の展開によっては NATO と交戦する可能性が否定できないために前弾をウクライナに打ち込むことはできず、生産用との兼ね合いで在庫の調整に入った可能性が高いな。一方、黒海艦隊の水上艦艇や潜水艦から発射されるカリブル巡航ミサイルもまた発射数が明らかに低下していることから、こちらも在庫が枯渇しつつあるのではないかとの見方が出ているよ。ただ、これらのミサイルは、いずれもそのほとんどがウクライナの首都キーウをはじめとする各都市への民間施設やインフラに対する無差別攻撃に使用されていて、ロシア地上軍の近接支援のためではないんだ。ロシア陸軍はここまでに一説よれば20万人を超える死傷者を出しているとされ、兵員の不足が指摘されている中最近、志願兵の形で30万人を招集して補充に当て始めたと言われているほど厳しい状況に立たされている状況で、そもそもソ連時代から強大な陸軍を支援するための付属部隊的な役割である空軍が、地上軍を全く支援していない現状を不思議とする声が上がっているよ。仮に西側諸国の制裁などによって精密なパーツ類が不足していて稼働率が低下しているにせよ、そもそもの航空機保有数においてウクライナ空軍のそれを圧倒的に上回っている事実からすれば、地上戦で榴弾砲などの支援火力がウクライナ軍による破壊が進んでいるとしても、航空優勢を確保した上で空中からの近接支援を実施すれば戦況を覆すことができるはずだろうからね。そのロシア空軍がスホイ57などの戦闘機をウクライナの前線に投入しないのは、ウクライナ軍の防空システムによる撃墜を恐れているとの見方があるが、ウクライナ軍は西側諸国から提供された防空システムも含めて、ロシア軍の巡航ミサイルやドローンなどによる無差別攻撃から国民を守るため主要都市に配備しているとされていて、最前線の地上部隊の上空を完全に守ることはできていないと見られているわけだな。それらのことはロシア軍側も承知していたはずであるのであるが、ロシア空軍は自国領空内の安全な空域から命中精度の良くない対艦ミサイルを思い出したように、空中発射しているのみというロシア空軍の怠慢にも近い動きについて、その行動には訳があるとする軍事評論家がおり、彼らによればロシア空軍はこの先に現れると予想される新たな脅威に備えているのではないかというぜ。そのロシア空軍が警戒している脅威とは、先日西側諸国からの供与が決定的となったアメリカ製戦闘機の F-16 ファイティングファルコンだね。ウクライナ軍に供与される F-16 は、オランダ空軍が運用している42機とデンマーク空軍が運用している19機の合わせて61機で、それぞれ近代化改修が施されて機能向上が図られていて、2024年の初めまでにウクライナに到着する予定なんだって。パイロットの訓練はすでに開始されていて、ウクライナから第一陣として32人のパイロットが選出され、NATO の基地で飛行訓練を受けることになったが、訓練は英語で行われるために英語が話せる4人を除いた28人がイギリスで英語を学ぶなど、まだかなりの時間を必要としているみたい。しかし、ウクライナ空軍は現在125機ほど運用しているミグ29スホイ24スホイ25スホイ27の約半分を強力な F-16 に置き換えることができ、ウクライナ領内だけでなく周辺空域までカバーできる航続距離を持ち、搭載可能な高性能な誘導兵器も供与されれば、大きく戦力低下していると見られるロシア空軍にとって大きな脅威となることは間違いないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシアがウクライナへの侵略を開始してから1年8ヶ月目となった2023年10月6日、イギリス国防省が、ウクライナ軍が6月初旬から開始した反転攻勢の攻撃軸の一つであるウクライナ南部ザポリージャ州の戦線において、ロシア軍がこれまでに構築した防衛ラインに対して要塞などを追加することで強化を図っているとする分析結果を明らかにしたよ。
そのイギリス国防省が明らかにした分析によると、ウクライナ軍がロボティネを8月に奪還した後、次の攻略目標としているザポリージャ州の交通の要衝トクマクだが、同国防省によるとそのトクマクに向かうルート上にロシア軍が塹壕をコンクリートで強化するなどして要塞化を進めているとしているな。またロボティネに近いオリヒウにおいてもロシア軍が地下にも掘り進められた防御陣地を構築して、それらをつなぐトンネルや塹壕なども掘られていることが確認されたというぜ。さて今回はロシア軍がザポリージャにおいて持久戦の構えを取っていることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロボティネ近郊は8月末頃からウクライナ軍が攻勢を強めて奪還したとされていて、その際にロシア軍がトクマク防衛のために築いたとされる30の防衛ラインのうち、一番外側にあたる第1防衛ラインを突破し、ロボティネの西にあるベルボベ付近では第2防衛ラインも突破しようとする勢いを見せていたね。それまでロシア軍の防衛ラインは第1防衛ラインとその外側の地雷原などが頑強に作られていると見られていたが、第2および第3防衛ラインはそれに比べると脆弱なもので、ウクライナ軍の進撃速度が大幅にアップするのではないかと見られていたんだ。しかし、その予想に反してウクライナ軍の進軍の速度は上がらず、今回のロシア軍が強化を進めているとの分析が事実であるとするならば、この先雪のぬかるみを経て冬を迎えることと相まって、さらに進撃速度が低下するのではないかとの見方が出始めているな。今回ロシア軍が新たに構築した防衛線は、第2防衛ラインと第3防衛ラインの間に構築されたとみられ、この先雨が降り始めて地面がぬかるむまでの間に、ウクライナ軍がそれらを突破してトクマクまで到達して奪還できるかが注目を集めているぜ。この戦線においてはこれまで、第2防衛ラインに到達するまでのわずか十数キロメートルを前進するために、ウクライナ軍は4ヶ月の時間を必要としたよ。それは、ロシア軍がこの地域を防衛するための戦力を第1防衛ラインとその外側に配置して頑強に抵抗をしてきたためであり、通常では考えられないほど高密度に地雷が敷き詰められた地雷原を、戦車や歩兵戦闘車などの装甲戦闘車両が通過できるようにするための処理に時間を要したためと見られているんだ。ロシア軍は死力を尽くして戦ったけど、陣地に守られて防御している割には戦力を大きく消耗し、ウクライナ軍の前進の速度を遅らせることはできているものの、止めるまでには至っていないね。また、ウクライナ軍がアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国から供与された、長射程のロケット弾や榴弾砲弾に空対地ミサイルによって、砲兵陣地や後方兵站施設に補給路を攻撃されたことによって、榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースを多数破壊され、弾薬の補給を断たれたことによってウクライナ軍への砲撃が大きく減少しているぜ。その一方でウクライナ軍は、アメリカから供与されたクラスター弾をロシア軍の防御陣地の塹壕攻撃に使い、その効果が出ているほか、バイデン大統領がウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領との会談によって、ウクライナ軍においてロシア軍の後方兵站を狙う長距離射撃を実施している、高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などのマースから発射可能な射程距離 300km とされる、地対地ミサイルアーミータクティカルミサイルシステムエイタクムスの提供を決断したとの旨の発表があったな。ウクライナ軍はこれまで MLRS から発射する GPS 誘導の長射程ロケット弾 M31 などによってロシア軍の後方兵站を攻撃してきたが、これらの GMARS 射程 90km であり、後方への攻撃に憂慮したロシア軍が弾薬庫などの施設をより後方に設置するなどの対策を取ったため、攻撃の効果が薄れていたんだ。それが射程 300km のエイタクムス兵器の供与により、ウクライナ軍はより後方まで場合によってはロシア本土深く攻撃することが可能となるため、ロシア軍の兵站がさらに混乱して弾薬などが欠乏することが想定され、ウクライナ軍の進撃速度はさらに速くなる可能性が高くなると見られているみたい。今回の反転攻勢におけるザポリージャ州の攻撃軸に投入された部隊の最終的な目標はトクマクではなく、
さらにその南にあってアゾフ海に近い要衝であるメリトポリの奪還であるというのは周知の事実だよね。ロボティネを奪還したウクライナ軍は、NATO 諸国から供与されたドイツ製のレオパルト2やイギリス製のチャレンジャー2などの新型戦車や、ドイツ製のマルダー歩兵戦闘車やアメリカ製のストライカー装甲兵員輸送車などが配備されたウクライナ空中機動軍空挺軍の、第82独立空中強襲旅団と第46独立空中強襲旅団に加えて、ウクライナ陸軍の第47独立機械化旅団などで編成された第9軍団であるが、同軍団がここからどのように進撃していくかが注目されているんだ。第9軍団がメリトポリを目指すには大きく分けて3つの進撃ルートが考えられるな。まず1つはロボティネの西、ベルボベを奪還してそこを足がかりにしつつ第3防衛ラインを目指すルートで、今回増築されたと言われている第 2.5 のラインがどこに構築されたから不明ながらも、おそらくはそれを迂回しつつ第3防衛ラインに迫る最短ルートとされ、現在第9軍団がベルボベ方面に注力していることからもこのルートを取る可能性が高いと見られているぜ。二つ目のルートはロボティネからその南のノボプロコピフカを奪還して、その後方にある第2防衛ラインを破った上でさらに東に方向を変えて進撃し、トクマクを迂回してメリトポリに到達するルートであるが、この場合ロシア軍の防御陣地や部隊配置が薄い箇所を通過してメリトポリに早く到達できる可能性があるものの、トクマクを中心に展開しているロシア軍部隊やヘルソン州に展開しているロシア軍などから脇腹を突かれ補給路を断たれる恐れがあるらしい。そして3つ目のルートはロボティネからノボプロコピフカを経て、幹線道路 T408 沿いに南下し、第2防衛ラインと第3防衛ラインを正面突破してトクマクを奪還するもので、ロシア軍が防備を固めていることで注目を集めているトクマクを奪還したという宣伝効果は期待できるものの、塹壕に立てこもって待ち構えているロシア軍を排除するにはかなりの時間を費やすことと、ウクライナ軍にも多大な損害が生じる可能性を否定できず、トクマクを奪還したとしてもその先の本来の目標であるメリトポリの奪還は年内には不可能となるだろうと見られているな。このように考えるとウクライナ軍第9軍団は、ベルボベからロシア軍の防衛ラインを迂回しつつトクマクの西を迂回して、アゾフ海に出てメリトポリ奪還を目指すルートを取る可能性が高いとの見方が出ており、その北方のドネツク州の南においてウクライナ海軍歩兵4個旅団がベルジャンシクを目指して進軍していることと考え合わせると、迂回したトクマクに対してはこもっているロシア軍が動けない程度の兵力を残して退治させておき、一気にメリトポリを奪還することでロシア本土からアゾフ海沿いにドネツク州ザポリージャ州ヘルソン州を経てクリミア半島につながる、いわゆる陸の回廊を遮断してクリミア半島のロシア軍を孤立させる計画を、ウクライナ軍が2023年内に達成することが可能になるとする見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。TOS-1 ブラチーノはロシア語では TOC-1 と表記され、これには刺激火力投射システムとの意味があるんだ。この TOS-1 は T-72 戦車の車体に 220mm ロケット弾30連装発射機を搭載した多連装ロケット砲システムマースの一つで、30発のサーモバリック爆薬弾頭ロケット弾をわずか15秒で発射する連射性能があるが、その射程は 500m から 3.5km と短いぜ。車体のサイズは全長 9.5 メートル、全幅 3.6 メートル、全高 2.22 メートル、重量 45.3 トンで、V84MS ディーゼルエンジンによって最大速度 60km を発揮して行動距離は 550km とされ乗員は3名だな。さて今回は、ロシア軍がウクライナ戦線に投入した新兵器について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。サーモバリック爆薬弾頭ロケット弾に使用されているサーモバリック爆薬は、燃料気化爆弾の次世代型にあたる気体爆薬で、燃料気化爆弾が酸化エチレンや酸化プロピレンなどの液体燃料を瞬間的に気化させて爆発させるのと違い、サーモバリック爆薬は固体の化合物でありそれを気化させることで粉塵爆発と強燃焼性のガス爆発による、
合的な爆発を起こす強力な爆薬で、その熱爆風衝撃波によって建物を破壊し、人間を殺傷するが、戦車などの厚い装甲を貫く貫通力はないんだよね。燃料気化爆弾では不安定な液体の燃料を使用するために、一次爆薬の力で燃料を加圧沸騰させる必要があり、そのための装置となり、さらに運搬や貯蔵に不向きであり、実際に運用には大きな支障をきたすのに対して、サーモリック爆薬は安定している固体の状態で弾頭に搭載されているため、運搬貯蔵が容易であることに加えて、爆薬の体積あたりの威力が燃料気化爆薬より大きいという利点があるんだ。密度の高い固体の塊のため体積が小さく、起爆に必要な装置も燃料気化爆弾のような特殊なものがいらず、信管のみで起爆するため、小型の兵器に搭載することも可能で、歩兵携帯用ロケット弾や 40mm グレネード弾なども開発されているよ。このサーモバリック爆薬弾頭ロケット弾を搭載した TOS-1 は、1980年後半のアフガニスタンで実戦テストが実施された後、1990年代のチェチェン紛争のほか、イラク、アゼルバイジャン、シリアなどで実戦使用され、その絶大な威力から西側諸国のメディアなどからロシア最強車両とも呼ばれているよ。2022年2月24日にウクライナ侵略を開始した頃のロシア軍では十数両を保有しているのみとされていて、一部の戦線にのみ投入されていたが、現在では毎週2両が生産されているとも伝えられていて、ウクライナの各地に配備されているのが確認されているが、現時点でロシア軍の保有数とウクライナの最前線への配備数は不明だね。サーモバパリック弾薬弾頭ロケット弾30発を15秒で撃ち込む TOS-1 は、目標地域一面を火の海にするだけでなく、その燃焼によって一瞬にして周囲の酸素を奪い、人間を窒息死させ、さらに衝撃波は人間の肺を押しつぶし呼吸困難にさせるぜ。塹壕などの陣地攻撃や、市街戦における戦闘において圧倒的に殺戮をもたらす兵器であり、シリアでの市街戦に使用された際には、建物の陰に隠れていた市民を大量に殺害したことで知られているな。ウクライナ軍はこの TOS-1 の存在には注意を払っていて、発見すれば即座に破壊することを優先しているとされ、今年になって6月10日にザポリージャ州においてウクライナ軍の M109A6 自走式榴弾砲によって TOS-1 が破壊される動画が公開されたほか、10月8日にも同じくザポリージャ州において、ウクライナがアメリカから供与されている M142 高機動ロケット砲システムハイマースによって TOS-1 を破壊したとする動画をウクライナ国防省が公表しているよ。ウクライナ国防省によれば、TOS-1 を発見するためにウクライナ保安庁 SSU の特殊部隊が偵察を実施して、その位置を特定するという協力体制を敷いていて、位置が特定された TOS-1 をその射程外からハイマースで発射可能な長射程の GPS 誘導ロケット弾 M31 によって、攻撃して破壊しているとしており、オランダのオシントサイトであるオーリクシーによれば、ウクライナ軍はこれまでに TOS-1 を5両破壊して、3両を路獲したとしているね。また、ロシア軍は TOS-1 の他にもウクライナの最前線に新兵器を投入していて、装輪式自走迫撃砲システムに S40 フロックスが配備されていることが確認されているぜ。この S40 フロックスは、ロシア軍が運用しているウラル4320型 6×6 装甲トラックの車体に、ロシアの軍需産業の一つロステック社が開発したフロックス 120mm に S40 迫撃砲システムを搭載したもので、2S31 ベイナ自走式迫撃砲システムを一部流用した簡易版とも言われ、ロステック社の子会社であるウラルワゴンザボド社が2021年から生産を開始しているな。車上のフロックス 120mm に S40 自走迫撃砲システムには28発の迫撃砲弾が搭載されていて、2A80 型迫撃砲からは自動装填装置によって毎分8発から10発を連続投射可能で、迫撃砲弾だけでなく通常の榴弾砲弾なども発射可能とされているほか、北大西洋条約機構NATO規格の 120mm 迫撃砲弾の発射も可能で、さらには地雷も発射することができるらしい。
フロックスから発射される迫撃砲弾の射程は 7200km とされているが、射程延伸タイプの粘着榴弾 HEP を用いた場合は 13km にまで射程を延伸させることができ、榴弾ヒートであれば射程は 7.1km、地雷の場合でも 7.5km の最大射程距離があるぜ。榴弾砲都市も運用が可能で、トラックの運転キャビンの屋根には、7.62mm 機関銃、レーザー警報システム、光学妨害装置を搭載した遠隔制御兵器ステーション RCWS などが装備され、キャビンには装甲が施されていて消火器などの攻撃から乗員を保護しているよ。乗員は乗車したまま砲撃を実施した後、離脱して位置を移動するのに一部もかからず、発射位置の特定が難しいとされているね。製造元のロステック社では、フロックスは、榴弾砲と迫撃砲の両方の性能を兼ね合わせているだけでなく機動性と安全性をも向上していて、手動操作と自動操作を合理的にバランスよく作動させて、乗組員の負担となる作業を可能な限り軽減するとして、価格は比較的低価格であるため入手しやすく、ロシア軍だけでなく国際社会においても需要が大きいとしているよ。ロシア軍ではこの 2S40 フロックスを緊急展開部隊用の火砲として運用するのではないかと見られていたが、ウクライナ侵略戦争において榴弾砲などの野砲が多数破壊されているため、2S40 フロックスを今年から自走式迫撃砲としてロシア軍への納入が進められ10月5日に納入されたことが発表されたのであるが、この納入されたばかりの新兵器は早速ウクライナの最前線に配備されたようで、翌日6日も早くもウクライナ軍によって破壊されたとする動画が SNS に投稿されたぜ。6日に SNS に投稿されたウクライナ軍の自爆攻撃型ドローンから撮影されたと見られる映像からは、道路を走行中の車両にドローンが体当たりする瞬間までのシーンが映されていて、画像が不鮮明であるためにわかりにくいながらも、走行している車両がトラック式のもので、その2台にはフロックスのように見える砲塔が搭載されているのが確認できるな。動画はドローンの自爆とともに終了しているため、この車両がドローンから受けた損傷の程度は不明であるものの、もし自爆攻撃型ドローンが正確に2台のフロックスに命中していたとするならば、使い物にならないほどの被害を受けたことは疑いなく、迫撃砲として使い物にならないと見られているね。今月の初回納入バッチで何両のフロックスがロシア軍に納入されたのかは明らかにされていないが、そのうちの1両が配備されてからわずか1日で使い物にならなくなった可能性があり、ロシア軍の落胆は相当のものであろうとする声が多いみたいだな。ウクライナ軍はハイマースや M270 などのマースから発射可能な射程 90km で、GPS 誘導によって正確に目標を攻撃できる G マースロケット弾をアメリカから供与され駆使していることから、 TOS-1 やフロックス外貨に強力な火砲であったとしても、その射程外から破壊することが可能であり、ロシア軍が切り札として期待して投入したとしても最前線に出すや否や破壊される可能性が大きく、これら新兵器が戦況打開のゲームチェンジャーにはならないとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。